皆さんよろしくお願いします。哲学のです、今回はですね、またポチリ病が発動しまして、Amazon でネオジオのミニと、あとネオジオミニを使うための、ミニ HDMI ケーブルが付いたセットをちょっと買ってみました。でネオジオミニっていうのはネオジオのミニチュア版の、筐体で、ちゃんとディスプレイが付いてるやつなんですけど、40本のゲームが遊べるということなんで、ちょっと懐かしくて買ってみたんですけど、これとあとそうですね、結構今値段が下がってきてて、当初1万いくらだったんですけど、今回8000円で本体とゲームパッドが付いてるセットを買いました。でですね、なんで値段が下がってるかっていうと、ネオジオミニのクリスマスエディションっていう、初期版は40本なんですけど、クリスマス版は48本のゲームが入ってるやつが発売されたので、初期バージョンがだいぶ安くなってきてるっていう感じだったんで、せっかくなんでちょっと買ってみたんですけど、これが8000円で、あと HDMI の方が2000いくらだったんですけど、ちょっとその普通の HDMI に比べると、割高なんですけど、ステッカーとあと、画面のガードと、あとその T シャツが付いていると。で、T シャツは L サイズみたいですね。で、ネオジオミニの方の本体が HDMI ミニのポートなんで、HDMI ミニと HDMI ポートの、ケーブルが付いているセットを買ってみました。でですね、Amazon で購入すると、特典みたいのがあるらしくて、で特典で、ゲームがダウンロードできると。でちょっとやってみましょうかね。スチームでアイテムを有効化する。で同意する。で製品コードがちょっと見えちゃうとあれなんで、で、キーを有料化。で、完了すると、トゥリンクルスター、スプリッツっていうのがダウンロードできるみたいですね。そうですね、こちらの方も、プレイしていけたらなっていう感じなんですけど、ちょっとそっちのプレイ動画も次回上げていこうかなっていう感じですね。はい。本体が今日届くので、ちょっと楽しみなんですけど、かなり今値落ちを安くなっているので、もし興味のある方はぜひ今の機会に買っておくのがいいのかなと思います。こういったレビュー動画もちょいちょい上げていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。ぜひチャンネル登録の方もお願いします。哲学人でした。動画をご視聴いただきありがとうございます。新しい動画を見逃したくない方は、右のチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録をお願いします。